ウィンチェスター M1200 はウィンチェスターリピーティングアームズの西部事業部であったオリン社が開発した三段銃。モデルを省略した M1200 とも表記される。M1200 はウィンチェスター M12 を更新する安価な三段銃として1964年に開発された。少数がアメリカ陸軍によって採用され、1968年、翌年にかけて ベトナム戦争で使用されており、短命であったとはいえ的に奪取される危険が迫った場合の取扱い命令が行われている。これは、遺棄された散弾銃からスペアパーツを再利用可能であるため、それを阻むために破壊することが目的であった。破壊が必須とされた使用パーツは、機関部、弾倉、重心、銃剣アッセンブリー、ボルトグループ、トリガーガードグループである。 軍用モデルは市販品途中としては同一であり、冷却口が設けられたハンドガード OV 紐用の回り付きで着剣金具が追加されている。M1200 の後継は、ウィンチェスター社の従業員が設立した US リピーティングアームズにより1983年に開発されたウィンチェスター M1300 であり、2006年の倒産まで生産された。M1200 は、 重心長20インチ、合計12ゲージの手動ポンプアクション式散弾銃である。スライド部は重心の元に設けられ、前後に動かすものである。装弾数はチューブ型弾層に4発、これに薬室に装填した1発を加えた5発が上限となる。激鉄が内蔵されて外部に露出しないハンマーレス式であり、激鉄と激震が一体化されているのではなく、 激震のみが雷管を作動させるために用いられる。輸送、保管を容易とする分解が可能な構造を有していた。M1200 は散弾銃として初めて回転式ボルトを採用した銃であり、4つのロッキングラグが重心と噛み合う構造である。また、ウィンチェスター社の特許であるウィンチョックシステムを組み込んだ最初の散弾銃でもあり、チューブの交換により容易に、 チョークの変更を可能としていた。軍用モデルは先端に銃剣の装着が可能である。銃剣を使用するシチュエーションとしては、白兵戦、捕虜の警備、暴動への対処が想定されている。最も用いられた銃剣は、1917年に M1917 エンフィールドの銃剣として採用された M1917 である。これは第一次世界大戦後、 M1903 を正式ライフルとして維持したため、M1903 に装着できない M1917 の余剰が大量に存在し、これを着剣可能な散弾銃を設計したことに橋を発するものである。このほか、M1300 には数種の派生型がある。ありがとうございます。